おはようございます。今日も一日 Vlog 撮っていきたいなと思います。待てよし、ぬるさん行かないの？ぬる行かへんの？一人で行こうか。最近ね、ネルがちょっとね、カリカリしてるんですよね。ちょっと怒りっぽいというか、それがね、こう見ていただいたら分かるんですが、こういう感じで血がついてるんですよね。血が出てて、ヒートって言ってね、まあ犬の生理ですね、時期になってます。こうあんまりね、動こうとせずというか、お腹痛いんかな、ずっとこうやって舐めたりしてて、結構タイミングを見てね、散歩とかも行かないと、行かなかったりすることが多いんですよね。このね、マットレスをね、最近変えたんですけど、なんと前使ってたこのイグサですね、イグサのこの枕と同じようなマットレスを使ったんですけど、それをね、おしっこしちゃって、ワンコがその上に、はい、急遽こう買い替えるということになったんですけど、最近このベッドパッドみたいな、ベッドの上にマットレスの上か、マットレスの上に敷くタイプのね、なんかこういう感じで、こうマットレスにこうはめ上に敷いて、こう動かないようにするゴムがついてたりとか、はい、するベッドパッドと呼ばれるものなんですけど、ちょっとだけ弾力性がある感じで、はい、のものなんですけど、これで寝てます。結構ね、最初の2日間ぐらいはね、ちょっと体が痛いなみたいな、寝返り打つ時もね、ちょっと大変だなみたいな感じがあったんですけど、結構もう5日ぐらい経ってるんですが、めちゃくちゃ快適になりました。体が慣れたっていうのがあるとは思うんですけど、結構ぐっすり寝れて、で朝起きる時がね、めちゃくちゃ楽になりましたね。はい、長時間寝なくなったというか、それもかなりいい感じかなと思います。まあ、4、5時間ぐらい寝たらね、もう最長
すぐに起きるっていう感じになりましたんで、めちゃくちゃこう朝がね楽になりました。で体もねなんとなくねこう朝起きた時のバキバキ感が少ないような気がしていて、逆に、はい、割と地面床とね割と近くなってるんですけど、めちゃくちゃ快適です。そしてなんといってもこれ洗えるんですよね。洗濯機で洗えるっていう感じでコインランドリーに持っていけるんで、めちゃくちゃいいかなと思います。ワンコのね汚れがやっぱりかなりついちゃうんでね、定期的に洗って使っていきたいなと思います。それでは仕事に行ってまいります。今日はね最高気温が9度ということでだいぶマシですね。ここ最近だいたい最高気温はね6度とか7度とか多くて、もうこのフードをねずっとねかぶってないと寒いみたいな感じだったんですよね。耳とかなんか冷たみたいな感じになるんですよね。でも今日はだいぶマシでかなりいい感じです。そしてね天気予報を見てみると明日から2桁最高気温が2桁にまた戻ってるんですよね。ずっとめちゃくちゃ嬉しいなと思います。ようやくこれで冬も抜けて春に向かってるかなっていう感じがしてきました。よし、はい、ちょっと休憩中なんですが、まだ時間が少しあるので、まあ、天気もいいということで中華街に来ておりまして、ちょっとね中華街でスナップ撮影していきたいなと思います。いい写真が撮れるかなと思いますね。いい感じの天気ですね。はい、仕事は終わりました。あ、外に出るとちょっと真っ暗でかなり寒いです。ダッシュで帰ってねちょっとワンコの散歩とかしていきたいなと思います。荷物が届いてました。あ、めっちゃぐちゃぐちゃに来てるな。おうおお。はいはい。
毎回それするよな。なんなそれ。はい、さっき届いたものなんですけど、これですね、こっちちょっと新しいね、ワンコのお皿を買ってみました。で、今まで使ってたのがこれで、まあ明らかに面積が少ないっていうのと、これね、もう何年ぐらいだろうな、もう確実に5年以上は使ってて、もう結構ずっと使ってるので、ずっと変えたいなと思ってたんですよね。で、これって実質この上にお皿をね、台の上にお皿を置いてるっていう感じで、実質物が結構ね、かさばるんですよね。で、これが動くっていうのもあって、ちょっと食べにくいっていうのもね、実際あるんですよね、多分。で、これ一体型のやつ今回買って、結構いいやつ買ってみました。うん。まあ高さ的にもこれで置いてもね、問題なさそうだし。うん。これでね、今後ご飯をね、食べていってもらいたいなと思います。ご飯にしようか。よし。今日はね、こちらの映画を見ていきたいなと思います。まあ、こんな感じで、トイレとかね、まあ、お風呂場とかをね、丸洗いしまして、この辺りとかも丸洗いして、ここで手洗いをして、T シャツを干しているって感じです。これでね、まあ、エアコンがあって、まあ、1時間半ぐらいしたらね、パリッと全体が乾くので、バッチリこれで毎日清潔に保っています。はい、今日はオムライスにしてみました。こちらと赤だし、閉店前に行ったんでね、めっちゃ安くなってました。オムライス、これが298円になってました。めっちゃうまそう。いただきます。めっちゃ横目で見てる。なんかね、めいちゃんは笑ってるような顔してるよね。ここがね、キュッてなってて笑ってる顔してる。今回もね、一日ご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。